おめでとう。クリスマス君にビッグプレゼントが遠い遠いところから届きました。なんと最後はまた吉君がね、また吉君用のバイクで運んでくれたよ、ね、礼を言わないと。また吉君にも分けてあげないと。また吉君頑張ってくれてたよ。クリスマス君に今届こうとしております。じゃん。あ、そっちじゃダメよ。まずお手紙、お手紙。クリマツくん、お誕生日おめでとう。ちゃんと覚えてくださってるんだ。心ばかりですがプレゼントを贈ります。また会える日を楽しみにしてます。そして私にもクリマツの動画を頑張ってたくさんアップしてください。よろしくお願いします。どうぞ。おっと、今日は君の誕生日だからどうぞ。やってます。もうこれ、はい、キウイ食べます。これも売れてますよ。どうぞ。見てください、おいしそう、おいしそう、はい、おいしそう。ラーメンをいただきました。北海道です。関西の方なのに北海道大好きな芋です。いよいよ栗松くん大好きなじゃがりこです。じゃがりこ、さあ行こうかな。じゃがりこ、じゃがりこ、じゃがりこ、栗松、はい、じゃがりこ、じゃがりこ、栗松。さあ栗松くんが、栗松くんが行ってます、行ってます。誰も取らないよ、誰も取らない。君だけのもんだから、そうゆっくり食べて。慌てない、慌てない。よしよしよし、よしよし、よしよし、よし。食べなさい、食べなさい。よし、そう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 。安心して大丈夫だからね。安心して大丈夫だから。よし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 。これみんな。みんな君を食べていいんだよ。今日は大奮発してね。いつもは少しずつ分けるんだけど、今日はみんな食べていいよ。怒らないよ。音吹く風みたいな栗松くんです。栗松くん今日は良かったね。ね、いや怒らない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 よ、うん、ね、僕は元気です。50歳っていうのがね、お父さんにとってはね、大きな通過点なんですよ。10歳超えればね、また元気に20歳に向かうことができます。でもね、やっぱり体の問題で10歳の時にお猿さんね、病気したりすることもあるんで、栗松くんはしそうにありません。食欲満点です。本当にね、こんなおしゃれなシャツを送ってくださいましてありがとうございました。栗松くん大人になったよ。